はいどうもフグです。今回はスパイガジェットにスペシャル性能アップをガン積みして超巨大サメライドを使ってやっていこうと思います。爆風でキルを取ったりエリアを強制的に塗ったりサメライドをねうまく使って今回は立ち回っていきましょう。ということでまずはスメーシーワールドのガチエリアやっていきましょう。次のシーズンからスパイガジェットソレーラが追加される影響でスパイガジェット無印を使う機会がね結構減っちゃうと思うので、まあ今のうちにこのサメライドとトラップをね堪能しておきたいということで今回はこのガン積みでやってます。なので次回はサブ性能ガン積みの超巨大トラップでやっていこうと思います。とりあえず職ワンダー倒していく。でインクレール取っておきましょう。このレール取っておくの大事です。で左から来てるので対面しようかな。さあジェッパに合わせて、さあジェッパ対ジェッパがやられてしまう。これ裏取りして後ろからサメライド行きましょう。さあサメで敵をどかしてナイスやり、一回エリア塗っちゃいましょう。オッケーエリア塗って、さあ下降りて、いやこれ危ないな、一回トラップだけ置いて下がりましょう。で左の方に結構敵が固まってるので、まあ、まず正面処理してから左にサメライドを打ち込みたい。トラップだけ置いておいて、さあ左の敵が降りてきて隙が生まれるのを狙って、さあサメライド準備 OK。 さあ行きましょうか。このタイミングで OK ジェッパとロング倒して、で洗濯機ナイス玉吐かせて、そのナイス玉の下にトラップを敷き詰めといて倒していく。 OK いい3連キル。であとは正面抑えればノックアウトですね。ナイスキル。ナイス。腕飛んできたジムワイパーも倒して、ノックアウト。ナイス。いや、スペ製のサメライドいいですね。ジェッパに爆風が届くっていうのはね、かなり強いと思います。9キル0です。はい、続いてもスメーシーワールドのガチエリアやっていきましょう。でさっきはあんまりエリアにね、サメライドを使えなかったので、今回は強制的にエリアを奪っていきましょう。さあ初動は右から行きましょう。で今回はねもうスペシャル性能 3.9 なので、まあ、確実にエリアを取れると思います。さあじゃあとりあえず初動右から行って、正面クワットいるから先クワットの処理をしましょう。クワット倒して、いやどうしよう右から行きたいけどドリンク飲んでから行きましょう。ドリンク飲んで右北斎いる。北斎削って、いや、ビーコン壊して、もう一回これサメライドでエリアを取っていく。で、ついでに巨大な爆風でキルを取って、あ、ビーコンありますね。これビーコン飛んでくる？ちょっと空見といて、飛んでる飛んでる。飛んでるんでトラップ置いといて。オッケー、倒していく。しっかり空を見てスーパージャンプを倒していく。で、このスペシャル性のサメライドね、エリアを塗るついでに、爆風がでかすぎてついでにキルを取れるっていうめちゃくちゃ強いんですよね。さあこれ危ないな、食ワンダー痛いな。うわ雨と食ワンのコンボえぐ。さあ一回やられていく。さあだがしかし打開でサメライドがもう確実にエリアを取れるので、しっかりサメライドを貯めていきましょう。さあサメライド貯めてクリアリングしてからもう行っちゃいましょうか。さあサメライドでエリア取っていく。これ本当に敵視点マジでうざいでしょうね。これはさあジムに狙われてる。どうしようかな、後ろこれ取れてるからもう一回サメ貯めて裏からまたエリアにサメライドを使っちゃいましょうか。でサメ溜まった。ただ、ジムに狙われてるので、迂闊に前に出れない状況。ジムが向こう行ってから、とりあえずじゃあエリア取っちゃいましょうか。ビーコン壊して、サメライドを撃っていく。オッケー。本当にこの塗ると同時になぜかキルを取れる。あそこ届くんだっていうくらい爆風がでかい。楽しいですね。スペシャル性能サメライド。まあ、なんだかんだね、サメライドも楽しいスペシャルなので、まあ、新シーズン始まっても多分、無印もまた使うと思うんですけど、
まあでもやっぱソレイラー楽しみですよね。さあクワットとジムが来てる。さあやられたけどエナスタ飲んでるのでゲージが減らない。これでもう一回サメライド打てますね。じゃあ右から行って、右多分ガラ空きだと思うので右からお邪魔してサメライドエリアを奪っていく。マジでエリア奪ってついでにキルを取れる。強すぎるスペシャル性能 3.9。 それでもなかなかいい試合してますね。結構接戦です。クワッとやれそうだったけど惜しい。さやられていく。さあここでやられたの非常にまずいですね。一回リードはされるけど、まあ、その後また打開すればいいか。サメライドを貯めていってでドリンクも飲んで、ドリンクもらったので一回もうエリアに打っちゃって、これでやられてもドリンクで復活できる。ただやられずにキルを取っていく。でビーコン壊して飛んできたのでトラップを置いといて、オッケー、確実にねスライドの硬直を狙って倒していく。でこれちょっと前行きすぎずに一回引き気味でしっかりエリアを塗っていきたい。確実にリードをする形でしっかり1キルずつ取って人数有利を作ってリードしていきましょう。 OK、 ジム倒してナイス、エリア塗って、北斎だから痛い、ショックワンダーが痛い。ドリンクだけもらってで左敵いないから左取っちゃって左から塗っていきましょう。さあエリアの塗り合い、トラップと一緒にエリア塗り合いして OK、 ノックアウト、ナイス。いやスペ性能 3.9 のサメライドやばいですね。もうどんな状況でもエリア奪えるからやばいですね。普通に強いです。まあただそれ以外のねトラップがちょっと使いにくいのと、人足とかないから対面がちょっと難しいけど、まあでもやっぱりもうサメライド一点強化めちゃくちゃ強いですね。ということでバトルナンバーワンということで今回の動画はこれで終わろうと思います。もしよかったら最後に高評価、チャンネル登録、コメントしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。概要欄から Twitter のフォローもぜひ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。